はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども KC カップでですね、最終日直前まで、普通に金ラインにいまして、金アイコン争いをですね一緒に繰り広げておりましたマジックリーさんという方がおられるんですけれども、その方にですね、使ったレシピ、使わすこの動画でねご紹介させていいですよっていうことで許可をいただいたので、今回は紹介していきたいなと思います。ブラックマジシャンなんですけれども、このサイレントマジシャンをですね一緒に入れているというふうなデッキになります。で、普通の動きをしていくんですけれども、やっぱりねサイマジのパーミがめっちゃ強いんですよ。でサイレントマジシャンだからやっぱ下級を下付き時期にしていかないとダメじゃないですか。でそうなった時に下級の数がちょっとある程度欲しいんですよね。だからこのリジョンを入れてるみたいな感じだと思います。だからリジョンが実質イリュージョンマジックの代わりみたいな感じになってるんじゃないかなとは思っております。はい。で、かつ黒の魔導陣でのトップ操作も込み込みでいくと結構サイマジはね、立てることはできるんじゃないかなと思います。で芝刈り知らぬいとの戦いになっていきます。と基本的にはですねこっち側は墓所封印ましてます。かつ海空を次のターンにナビゲート、次のターンというかこのターンなんですけど、で出すことができるんですよ。だからぶっちゃけねここの墓地いくらこんだけほらいっぱい肥やされたとしてもあんま関係ないんですよ、海空出すから。なんで、こっちか本命っぽい方を止めに行くという風な感じになります。で、武士出てくるんですが、ここでナビゲート打ってですね、ブラックマジシャンと、海空出していきます。で、魔導陣の効果でここを飛ばしていくといったところではあります。で物の部を回収されてしまいます。ただ、基本的にはこれでもうゲームセットでございますね。はい、ブラックマジシャン引いたんですけれどもそんな関係ありません。ここで海空で殴っていきます。まあこういう風なのがですね、今回の、ブラマジデッキになるんですけれども、なんとカイトロイドを持っていたとふざけカイトあるんだったらブラマジから殴ったらよかった。じゃあ海空でカイト2枚除外できたのに最悪や。でただお相手氏がですねここは物の目じゃなくて武士出してきたので、このままフィニッシュといった風な感じになります。はい。というわけで基本的には先行を取ってですね海空プラスサイマジすれば、今度は芝以外もですね、例えばコズミックサイクロンとかそういうのもいろいろあると思うんですけれども、その辺を、サイマジで守りながら安全にですね、ブラマジ展開できるといった風なデッキになっております。じゃあ、ちょっとプレイとかもね見てどれぐらい回るんかとか、どんな感じの手札になってんねんみたいなところも気になると思います。なんで今からご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、ではやっていきましょうか。なかなかいいハンドでございますね。だがしかしユベルが来る。ちょっとこれはめんどくさいぞ。あー、サイマジタッときたかったな。これ先行取れてないからな。先行取れてたらめっちゃ強いのに。先行じゃないから、先行じゃないのはちょっとしんどいよ。これ先行だったら結構世界変わったね。どう変わってんのかっていうところではあるけど。あー、トップナビ、あれ魔導陣がいいな。トップ陣とかってない？ないかな、ないかな。いやこれね打天使だったら割と展開されたらきついような。打天使とブラマジって普通にブラマジが不利だとは思うんだよね。こっちかってさ、基本打点面超えるのがメインのブラマジだったらね特にないから、これよっぽど。はい、デザイン落ちた。ガッツポ。あ、ブラマジ来た。あ、強いけどこれ多分ね小ずさいだと思うんだ俺。でまあとりあえずこういう時やったらロット出すじゃないですか、まずはね。で魔導陣取ってくるじゃないですか。でこのまま発動したら相手の思うツボなんですよ。でもここでこれですよ、サイマジを一回出してからですね、で魔導陣打ちましょうよ。そうするとほら小伝いなんだけど相手これ今使えないんだよね何も。で、あ、ブラマジいるのいいですね。じゃあブラックマジシャンを手札に加えながらですね、まあどういう順番でももうこれはいいや。こうしてカードセットでターンエンドする。ターンエンドちょっと悩むな。ターンエンドは悩ましいなんだけど、いや、ターンエンドじゃ、ごめん、墓所だ。墓所いるんか。まあいるか。いいわ、墓所封印しよう。墓所してターンエンドします。でこれ小ずさえあるから、この小ずさえどうするかなんだよな。馬、はいはいはい、馬
うまい、何、あ、ディザイアか。やばいな、それは。なかなか、もう、これは俺を倒しに来る三段ですね。ただまあ、墓所封印してるから、相手は動きは止まると思うよ。これ、イシュタムとかあったら先にイシュタムとか使ってそうやし、で、追放とか階段とか、あの辺はもう無視しようかな。イシュタム全然いたわ。普通にいたわ。テスカ切りながら、ツードローと。で、追放とか引いたらなんか使ってきそうな感じはする。するけど、そこはする。小頭祭2枚あんの？それやばいね。OK。じゃあ、ここ、サイマジで無効って言います。ここにチェーンして小頭祭打ったら、あれ？でもここに小頭祭打ったら、ライフもうないぜ。いいのか？それしちゃって。まあいいや。それだったら代償打ってもライフ回復しないから、これトップ追放か親族じゃないと、まあ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 いいわ、まあいいわ、まあいいわ、まあいいわ。でディザイア出てくる。で盾になる。はい、なるほど。で効果発動、まあ入るよね、そら。そこはしょうがないわ。でバトル来ます。俺確かロッドいたよな。これさ、これブラマジでここ抜けないんよ。だからオッケー。じゃあナビゲート打ってブラマジ出しながら、これで横にリジョンとか出してこよっかな。こうやってリジョン出すじゃないですか。で墓地のロッドの効果使ってリジョン墓地に送ってロッド回収リジョン効果っていうバックアドムーブでデッキ圧縮していって、トップであれ引けるかどうか、サイマジ引けるかどうかっていうやつにしようかな。サイマジ2体しかいないから引けない可能性バチクソ高いんだけど、ドロー引ける、引いていく、引いていく。まずロッド効果、ここはまあ魔導陣でいいかな。もうもはや魔導陣でいいや。で陣打って、はい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 。まあもう勝った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 よ勝ったよ。もうこれは何でもいいや。よしよしよし。あんな感じでね、リジョンでデッキ圧縮したりとか、ブラマジを手札に加えたりとか、そういうのできるの強いっすわ。で、ボールがあった時にちょっとやばいから、コセットだけして、で、バトル、サイマジェ自爆特攻、で、こっから、打点子とかみたいな高打点っていうのが、このデッキって本当はねブラマジは苦手なんですけど、こうやって3号のサイマジっていうメインギミックの中に高打点を突破できるっていうですね、モンスターを入れている。これがまたちょっと普段のブラマジと違ってですね、突破力を上げているところではありますね。で特に今の、ロッド墓地に送っとくっていうプレイがあるんですけど、ロッド回収しながらブラマジもサーチしちゃうみたいなさ、やばいことが起きるんですよね。あれなかなか強いですね。はい、でやっていきましょうか。さあさあさあ、ハンドはなかなかいいですぞ。ていうかもう完璧、完璧まであるなこれ。うん、完璧だわ。ただね、一個そうだ思い出した、イリュージョンマジック入ってないんですよこの構築で。まあ入ってない理由としては、まあリジョンを優先したからっていうところはあると思うんですよ。だからリジョンの数を2に減らしてマジック、イリュージョンマジック入れるかどうかみたいなところとかは、まあ、うん、まあちょっともうちょい煮詰めていかないといけないかな。僕はちょっとまだ分かんなかったですね。とりあえずマイシャンズロット召喚。ただまあマジックリーさんずっと使ったデッキだから、まあまあよっぽどこれで合ってるとは思うんだけどね。でこれ出してからのサイマジ出しますか。サイレントマイシャンがこの、クロノスめっちゃ苦手だから、まあ、これはいい感じだと思うわ。でさらに魔導陣打って、でおお、ブラマジいる。でブラマジいるからブラマジ取ってきながら、ここね罠で潰される可能性あるからさ、こういう風にしとこうかなって感じです。一応ね、まあどうなるかわかんないんだけど、こうして、で今はなあ、まあ蘇生系かもしんないから、こうボショっとくか。でほんまにこれよくあるんですけど、このさ、いや蘇生系じゃないな、こっちかが出てきてからやな。ここで相打ち取れるんですよね、 Y 版は。これがまあ向こう目線しんどいところやと思う。
でさ、レベル8出します。このレベル8がもうしんどいもんね、相手で。このタイミングでラグなくなったの分かりました。今ラグないから、あれ狡猾っすわ、狡猾、狡猾だから、そこだけやりたい。で、リアクタードラゴン出すとき縦へ出すしか、まあ この場合ないんだけど、リアクターを縦へ出したらどういうことが起きるかっていうと、ライフが足りなくなるんですよ。だから古代の機械っていうのはサイマジが苦手なんですよね。今の相打ちからの3号アタックで残りもうリアクターを縦へ出せないライフ水準になっちゃうよ。だからしんどいはず。でもこれは勝ったかなっていう。古代は打点面超える相手が苦手だからで、で古代出てき、アンティギアリアクタードラゴン出てきます。でもちろんこの辺無視で、狡猾って分かってんだから、こっちかなんかするってわけはない、何もしないって感じです。でエンド、別にそこはナビゲ打ちません、ナビゲ打たずに、あとはこのまま殴っていけば相手が耐えきれずにな、耐えきれなくなって狡猾打ってくるはず。で狡猾打ってくるんだったら、そのタイミングでこっちはナビゲ打ったら全て終わり。さあ狡猾打ってもらったので、このタイミングでナビゲート打って、ちょっと絶望のね縁に沈めていきましょう。現れろブラックマジシャン。あ、もちろんこう守備で出す意味がないから、ここは攻撃表示、攻撃表示でいいんじゃないかなと思います。さあブラマン2体出していって、魔導陣効果、ここ潰す、でバトルと対戦、ありがとうございました。というわけで、本来だったら苦手なブラックマジシャンが、苦手なですね高打点も打点師古代とですね続けざまに倒すことができました。まあこの辺はですね、今回のマジックリーさんが、採用しているサイレントマジシャンの恩恵かなというふうには思います。ではでは今回の動画以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。マジックリーさん素晴らしい構築ありがとうございました。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。